その本気出そうか。Yeah.
ありがとうございます。俺らが東京から来てました。カットリスオーヤー。おーい、あなたよ、おらあなたよ、おらあのな、28日、29、30、昨日中身だったんだけど、ゴールデンウィーク4本目、正直しんどいです、よろしく。俺らがしんどいからにはお前らもとことん体力残さず帰れよ。やまあね、とりあえず今日はアプリコット、レコーツ、おめでとうございます。ね、アプリコットとはね、非常に長い付き合いでして、まあサイガもそうだけど、ね、あのね、各楽器隊のメンバーも、ミラクルっていうバンドの時からですね、あのキャントイン変わる前かね、ね、あのキャンディートイボックスっていうバンドで活動してた時はね、あのずっとミラクルというバンドと、一緒に大阪をやらせてもらっていて、その2バンドが、今回強力なタッグを組んで、バンドを結成したということで、それでレコ発ということで大変におめでたいと思います。皆さん、このバンドに大きな拍手をよろしく。そういうわけでね、キャントイは、T シャツを、作ってきました。スーパードライブ T シャツというですね、さっきのお酒の曲なんですけれども、その曲に便乗しました T シャツを作ってきましてですね、残りかなりわずかになっております。赤の S サイズが残り2枚、黒の XL が XS が、残り2枚、3枚、赤の XS が残り3枚と、もう10枚を切っておりますのでですね、皆さんよかったらあの代わり物販に寄っててください。よろしく。聞かせていただきます。先生、はい、ね、アプリコットが今日は、初企画ということでね、呼んでもらえたんですけども、本当にこのバンドとは、切っても切れない何年かの縁があると思っております。いやね、私ライブまだ見たことないんですけど、見たことある方、あ、すげえ、結構やってるの。あ、じゃあ、少ない中でこう見に行った方たちなんですね。そうか、それはね、素晴らしいね。いや、本当にね、今日はアプリコットがね、最高に、後で、この後出てくるんですけども、最高に素晴らしいね、ライブを見せてくれると、私は楽しみにしております。まあ、体力残しつつ、残さないつつ暴れていきませんか。OK、 じゃあいきますか。 TKGWe'll be right back.
もあ